こんにちは、小坂雄二です。こんにちは、秀俊郎です。いや、小坂先生、はい、もう前にですね、私の一つ大きな仕事がこう区切りがついた時に、うんうん、プロレスイベントに、ああ行ったね、先生がチケット取っていただいて、はいはい、私の好きなプロレスですが、先生はあまりプロレスは全く興味ないにもかかわらずプロレスイベント、ね、私のためにチケット取っていただいて、はい、あれ本当に私良くてですね、ちょうど猪木さんがお亡くなりになって、うん、そうちょうどね、で往年の長州力とか藤浪辰巳とか、はいはい、武藤敬司とかがこう出てきてですね、うん、まあよくわからない名前になってくる、はい、バンド生バンド演奏で出てくる、生バンド演奏でね、歌を歌う、そうです ね、入場テーマ曲が出てくるっていう、最高でしたけれども、ああいうのを小坂先生よく私にもしていただきますけれども、なぜああいうことがこうできるのかっていうのがなかなか私もこうできないタイプなんですけど、ああなぜああいうことがこう例えばプロレスに興味ないのに、そうですね、秀さん僕のことを考えて、ああそれはもうまさに、はい、でも私商売にとって極めて重要なポイントがここにあると、あ、はい、もう思うんですけど、はい、商売道場的に、はい、時にも思うんですが、まずなぜできるかと言われれば、はい、秀さんが何をすれば喜ぶか、ここに焦点を当てるからだよね、はい、だから秀俊さんの打ち上げだから、ねぎらいであり打ち上げだから、はい、なんかじゃあ自分が楽しいここに連れてってあげるかもありなんだけど、はい、まあでも秀俊さんが直前にそんなにプロレス好きだったんだってなんか話で分かったので学生時代毎月見に行ってました、たまたまそういう話がちょっと前に出て、はい、そうしたらやっぱりプロレスの何かに連れてってあげればこれ一番嬉しいかもと思うじゃないですか。嬉しかったです ね、で私は興味ないんだけどそういう問題じゃないわけです、はい、自分がどう楽しいかじゃないわけですよ、秀俊さんのねぎらいだから、だからこう相手のことを考えつつよ、はい、じゃあチケット取れば絶対秀俊さんが楽しんでもらえるかっていうことも、はい、ちょっと足りないんですよ。おはい、その時はもう渋谷だったじゃないですか。渋谷でしたね。渋谷って決まったから、はい、そうするとで、まあ、その日は超ねぎらいだったので、はい、もう泊まり込みで、ね、その後飲もうみたいな話だったから、そうですね、はい、そうするとどこに泊まるとこうそこの会場に行くまでの過程がねいいかとかそこまで考えていただいて、あそうそうそう、はい、それ大事なんですよ、はい、で終わった後、はい、終わった後ガタコンガタコンとか乗る と、はい、ちょっと下がるじゃないですか。あ確かに、はい、こう下がらないで、はい、その熱い気持ちのまま、はい、ガーンと飲みに行ってよかったな、はい、頑張ったなお前みたいな、かこういうシナリオじゃないですか。確かにその後飲んでる時にやっぱりテーマ曲流れてました、ね、そうでしょ、猪木ボンバイエとか流れてた、流れたよね、はい、だそれは流れ、はい、まあ、会場出る時も流れてるじゃないですか、そう流れてるまんま歩いて店に行けないといけないんですよ。そうですね、ということは泊まる場所は渋谷じゃないといけないんですよ、はい、というなるほどことなんですよ、はい、だけどその前にチェックインに行くとまた下がるから、はい、チェックインは先にしとかないといけないんです。先にしてましたね。そうなんですよ。なるほど、もう全て描かれてるんですよ、ね、その描かれた中を私はこう歩いていたという、そういうことですよ。だこれって結構重要、はい、かこう描くよね、はい、でその描く、何を描くかっていうと、まあ、それどこに行ってどこに行ってってことにシナリオとしてはなるけど、はい、まあ、むしろこう今みたいな、今まさに説明したように、はい、秀俊さんの気持ちがどうこう動くかじゃないですか、はい、この道陣の中で、はい、でまあどんなイベントかようわからん、そもそもプロレスわからんのでわからんのだけど、だけど多分最高潮になってると、会場出るときに、はい、最高潮のまま打ち上げのみになだれ込むと、それで僕はときめいてしまったんです。そうなんです。そして終わりの電車を気にしないで飲むと、はい、ここです。そうです、そうでした、そうでしたね、はい、こう気にすることでこう下がってくるじゃないですか、ちょっと。そうですね、そっちに意識がいっちゃったりとか。なんですよ。でしかも相手が秀俊さんで目の前にいると、はい、もう一つ私が気をつけると言うと、はい、ちょっとこの件で秀俊さんは本当に楽しめてるかどうかに気を配るわけですよ。とはいえね、はい、とはいえこのシナリオはあるけど、はい、じゃ本当に楽しめてるのかということに気を配りつつ、はい、より火に油を注いでいくわけです。あ、そういうことですね。そういうことなんですよ。だからここでもシナリオ書いたから OK ではないんですよ、はい、私今の話でちょっと思い出したのに言うけど、なんかそのこうして
ね、YouTube ご覧のあなたとかね、はい、配信させていただいてますけど、はい、私のこうリアルの講演会とかリアルの話す機会に来ると全然レベルが違うって言うじゃないですか、うちの会員さんとかも。そうですね、はい、講演に来てくださった多くの方も、はい、これどうしてかっていうと、これはあなたが今これをご覧いただいてるってことはものすごく私は頭の中で意識して喋ってますけど、はい、でも表情見えないんでね、だからそういうのに敏感なので、こう講演会場に1000人いようが何だろうが、その空気の変化が分かるんですよ。分かるっていうと変だけど、まあ、気をつけている、はい、そういうことに。だからなんか前の方でちょっとこうつまらなさそうな顔してるなとか思うと、はい、なんかこの人に寄り添った話をふっと入れてみるとか、ね、寄り添うの以前さんは得意じゃないですか。そうですね、そう、はい、なんか講座うまいし、はい、コーチングうまいですよね。だそういうとこ がリアルのそのこの間の肥前さんとの打ち上げにはあるじゃないですか。はい、肥前さんずーっとボルテージ上げててくれたから楽だったんですよ。なんかそういうのがあるので、はい、さっき言ったように、まあ、渋谷で見てこう別のとこにこう例えば、まあ、電車乗って移動するってやっぱ電車で、そうですね、やっぱりやると、はい、ちょっと現実に引き戻されますね。そうなんですよ、あの蛍光灯だしね、はい、あの明かりがね、なんかこう下がっていくじゃないですか、はい、BGM ないしね、はい、だそういった表情が変わっていくとこっちはまた上げないといけないじゃないですか、はい、だそれよりはやっぱそのままの流れでもう歩いていってここ入るかみたいな、入ってみたいな。でも今言っておくと、はい、ここ入るかも事前に調べてあるんですよ。そのプロセスで何件か候補を用意してあって、でどういう感じかによってイタリアンか焼き鳥かみたいな。ああそうだったんですね。 それじゃあ焼き鳥よ。ありがとうございます。あの店には事前に行ってあるんですよ。あ、そうなんですね。まあ、もちろんそのためだけに行ったわけじゃないけど、はい、行ってあって分かってる店をゆっくり考えてやる。はあ。とか。だデートとか。恐れ入りました。デートとか、はい、そういうふうに考えませんか。デートはこういうふうですよ、私昔から。いや、それはときめきますね。そうなんですよ。でもデートって相手をときめかせたいじゃないですか。はい。ねえ。はい、ね、何のためにデートするかっていう方も変だけど、うん、やっぱり相手がいかに楽しんでもらうかっていうところではこう変わらないですよね、はい、でもこれって商売に直結するってさっき言ったけど、うん、商売のこれはもう極意というか眼目というか、いかにお客さんに楽しんでいただけるか、いや来てよかった、もう店であればね、うん、来てよかったと思っていただけるかとか、それが商談であっても、いや、 やっぱり今日この人と会って商談できてよかったっていうふうにいかに思ってもらえるかだと思うんです、はい、そうすると同じ考え方がここにあると思うんですよね。だから描いて相手の表情を見ながら、はい、いろいろ火に油を注いでいったりしたり、はい、あとさっきのそのこの流れの設計ね、シナリオというかね、はいはい、昔の話を言うと、昔ですけど、それこそその大学時代とか、はい、ちょっと古い話になりますけど、我々の大学時代って車があるってすごいイニシアチブなんですよね、はい、あのみんなが車持ってない時代なので、ドライブデートとかね、もう その時点ですでに価値高いじゃないですか、はいはい、でそうなると、まあどこに行くか大事じゃないですか、はい、ドライブで、はい、ただ走れ行ってもんじゃないよね、どこに行くかね、だからここに行こう、まあ、なったらば、はい、晴れプランと雨プランとまずいるじゃん。はあ、いるんですね。いや、それ当然ですよね。はい、だってこうテンション違ってくるから、はい、晴れプランと雨プラン、はい、あというかそのね、野外のテラスなんかがこう気持ちいいから、ここでカフェお茶しようとか思って、まあ、雨だとできないじゃないですか、はい、でそれはもちろんあるよね、はい、で、まあ、古い話だけど、当時はあの車のカーコンポってなってね、ああ、ありましたね。そうそうそう、今の皆さん iPhone とかなんだけど、はい、カーコンポです。ありました、ありました。でカーコンポにカセットテープ、そうです、ガチャってガチャなんで、ね、私の学生時代、はいはい、ガチャとすると当然好きな音楽をこういくつか、はい、持っていくと思うんだけど、はい、これを編集しておくんですよ。はあ。この2時間の2時間のドライブで、はい、この曲から入って、はあ。だからさっきの同じですよね。どのテンションでこう行くかっていう、はい、まあやるわけですよ。だから音楽重要でしょ、はい。さっきのボンバイ鳴ってたでしょ。鳴ってましたね。だから2時間ボンバイのまま焼くとじゃないですか、はい。あの感じですよ。はい、まあ、鳴ってて、それでこう、まあ、海岸ドライブとか行って、はい、行くとだいたい時間が日没の時間とか調べておいて、はあ、このなんとかラインのここで日没と、はい、で日没の、まあ、当時私たちの
大学時代に山下達郎とか入ってたから、はい、山下達郎 のとっても日没に合う曲があるんですよ、はい、日没のシーンに合う曲がこのカーブ日没でかかるみたいなねAnd dreaming ってかかるわけですよ。すごいですね。もううわーなるじゃないですか。いやそれはなりますね。でというのを、はあ、あらゆるところで考えるんですよ。でそれ面白いんですね、はい、そういうことが好き。それで本当になんかいい感じになるじゃないですか、はい、よかったねって感じになるじゃないですか。でそれ会員さんに対しても私いつも一緒、はい、だからね、なんかいちいちそういう流れを考えたりなんか BGM 考えたりするじゃないですか。いやそうですね、全部、はい、そういうことなんですよね。一緒なんですね。でその時に本当に楽しんでるくれてるかなとか、楽しんでちょっとこうみんなの中からちょっとこう楽しめなくて、うん、こう混じれない人いないかなとかね、こう目を配りながら、うん、なんかこうその中にちょっとこう外れてる人がこう読んだりね、はい、でこうなんかみんながいい感じになって、まあ全て 100% シナリオ通りにいくとは限らないんだけど、人のことですから。だけどまあまあいい感じになってくれたなとなって、まあ、肥前さん楽しんでくれたなってなると、ああやってよかったとなるわけですよ。僕はひたすら酔っ払ってホテルで寝てましたけど。ひたすら酔っ払ってました、はいはい、だからもう最後の最後まで、いや私も酔っ払う時はもちろんあるんだけど、これもここですよね。そうですね。でもこういうものの連続、うん、こういうもののなんか毎日が、こういう日々が商売だと思う、はいはい、まあ、商売に限らないけどね、はい、いかに相手のことを見て、相手が何が好きで、どんな流れで、どんな感じのテンションで、どういうふうに気持ちがね、こう盛り上がっていって、あるいはこう癒されていって、はい、こう着地するか、そういう勉強になりました、はい。はい、ということでこのチャンネルでは皆さんの商売ビジネスのヒントになるお話をお届けしていきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。そしてコメント高評価もお待ちしております。ということでまた次の動画でお会いいたしましょう。